ミアです。今日はこんなお洋服にお着替えしてみたいと思います。こちらのカレシャツです。で、ミアが買ったのこんな感じのやつなんですけど、ちょっと大きめのワイシャツで、カレシャツっていうみたいなんですけど、これをちょっと着てみたいと思います。はい、着てみました。こういう感じです。はい、どうですか。ちょっと大きめのワイシャツっていう感じですよね。それでは今日のパンティとブラジャーをご紹介します。脱ぎました。今日のパンティはこういうパンティです。色が、ショッキングピンクで、素材がサテンです。このサテンのこの素材感とってもいいですよね。で、腰の部分はちょっとレース風のゴムになっていて、細いタイプになってます。で、このレース、この両端と、あとこのクロッチの部分ですね、ここの部分が、薄いピンク色のレース。で、今日ニアファンクラブ用の2カメも撮影していて、ニアの真後ろに置いてるんですけど、多分そっちで見るとお尻がきっとこのスケスケで丸見えになってるかもしれないですよかったらそっちもチェックしてみてくださいそれでは今日のブラジャーをご紹介します。しました。こういうブラジャーです。発色のいいこのピンクのカップの生地に薄いこのレースっていうのがとってもこうコントラストが出て、遠くから見ても映えますよね、このお色ニアピンク色好きなんですけど、これはお店でこうパッと目について、あ、可愛いと思って、これも一目惚れで買いました。はい、それでは今日はカレーシャツを着て、ニアのブラジャーとパンティをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価必ず押してくださいね。あとはニアのファンクラブファンティアとオンリーファンズにも遊びに来てください。ニアの裏チャンネルも作りましたので、そちらも動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではニアでした。バイバーイ。